今日買ったコームです。ありえないくらいコームを買っていますが、ありえない速度でコームをなくしています。ほにゃやばい、もう手がさ、閲覧注意なんですけど、もうやばいのここね、なんで本当に激痛なんですけど、どうしたらいいですか。うん、ダメなんです。手が痛い。いやでもそんなのね、手は別にいいんですけど、よくないけどさ。開幕戦見てるの。さっきビシエド選手ホームラン打ったんですよね。今日スカポンフェスもありますからね。申し訳ないです、かぶってしまって、すいません。マジ痛い、本当に痛い。誰か助けて、本当に痛い。こけた。いやこれは皮がめくれてしまったんですけど、前髪今日可愛いよね、お目が高い。違うの、私はもっと悲しいことがあったの。皆さん2日くらい前のショールームさ、覚えてますか。2日3日くらい前にさ、中坂肌綺麗になったんですよって言いながらさ、この美肌効果をさ全部外してさ、見てくださいめっちゃ綺麗じゃないみたいな話をしたじゃないですか。覚えてる、言ってましたよね、覚えてる、 ありましたよね。私昨日化粧落としたらさ、もう絶望するくらいさ肌荒れしまくってて、いやもうやばいんですよ。切るんだけどさ、やばくない、後でさメールで送るんだけどさ、やばくない、こっちもなので、おでこもさ、もうめっちゃブツブツになっちゃって、もう悲しいんですよ。私はせっかくさ、やっとさ戻ってきたのに、私の肌やっと元の肌に戻ってきたのに、一日化粧したらまたこんなになっちゃった化粧品があっていないのかな、悲しいよ悲しいよ。28日までにいい化粧品を買いに行くのが目標です。はい、一日でこうなりました、本当にやばい。昨日のお風呂上がりの写真撮ったんだけど、メールで送りたいの、めっちゃ。あのさ、閲覧注意だからさ、あんまりこういうブツブツとかが嫌いな人は見ないでほしいんだけど、なんかもう、はい、メールで送ります。もうショックすぎて、めっちゃ綺麗に超高画質の汚い肌が撮れたんです。ピュー、アレルギーはないと思ってるんですけどね。あ、すごい、100回目の訪問ありがとう。昨日お父さんがね、500回目の訪問でした。素晴らしい。最近メステロ多めで震えてます。ブルドッグってこと？充電器、あれ、エネルギーありそうかな。今日は大学の卒業式でした。え、おめでとう、めっちゃおめでとう。おめおめ、すごいな。なんかみゆも今日話してたんですよ、友達と。卒業式で袴着たいけど、そもそも大学卒業できるか、そもそも入学できるかが問題だよねみたいな久しぶりにこのお気に入りリップを塗ります。感動するくらい落ちません、これは。なんか大学行くっていうか袴が着たいの。
よき。明日3回目のワクチンね。なんかさ、4回目のさ手配始めるみたいな、5月には4回目接種がみたいな見たんだけどさ、3回目すらさ打ってないのにさ4回目の準備されてもってすごい思っちゃいました。競技カルタの個人の部なら切れるの？別にカルタで切ろうとは思わないです。3回打ちました。早い。髪の毛が伸びたな。どっかい巫女さんとか、巫女さんの服着たい。それな、何回歌わなきゃいけないんだろうね。そんないっぱい打っていいのかな。ああ、よくないのに。今日マジ右手痛いんだよね、ずっと。なんかここが痛いののせいなのか分かんないけど、なんか腕全体が痛いんですよ。はい。袴持ってるわけなくね。振り袖ならなんか代々のがある。なんかみんな着てるらしい、代々。でもみゆが着ないかもしんない。1月とかに遠く帰ればみこさん着たいよね。切実。代々じゃないです、代々。桃田のセクシー私服希望。長坂はセクシーじゃないので着てもセクシーに見えないと思います。なんか毛量多くない今日。いつも多いで。何やねんこれ。友達とさ遊びに行くのに何持ってけばいいか分かんなくて、とりあえずさ鏡を持っていくっていうね。イエイエイ、大好き、イエイエイ。みーちゃんが着たい服は何かある？みーちゃんもね、コスプレはいろいろしてみたい。何がしたいかな。あれ着たい、リンゴ食べるお姫様大好き。さっき大富豪ねみゆたそのアイコンネタをやった、ありがとう。スノーホワイトじゃね。いやー今日は違う、ハゲちゃんじゃないです。ガチ楽しかった、今日幸せでした。お風呂で手が痛そう。いや私この手ではあの米を貸してくださいって言われて、はにゃみたいな、貸せるわけなくね、こんな手でって思って左手で貸しました。ハゲちゃん生誕祭トレンド入りしたんか。でもみんなめっちゃつぶやいてくれて、ハゲちゃんも嬉しそうでした、ありがとうございました。アイコンも諦めました。ピアン、ハゲちゃんは毎日忙しいんだ、遊ぶことで勉強しろ。おまゆうな、おまゆうですね。そう、みこさかさんの呪い会。呪わないからやめてください。チチンプイプイプイってこと。わーい。え、アルバイトしてんのかな、知らないっす。多分してないんじゃない。名古屋の高校、あのバイト基本的にダメなんで。深呼吸をダダダダダ見回してごらん、
なんちゃらの隙間にはななちゃんちゃらが見える、だら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 自分から進もう、ステッピー見えない花を心に飾って、清らかな気持ちを忘れないで、もし君の世界が汚れたって明日にはまっさらになる、てかねねねねね振られたとしても、契約の次は呪いか、だから呪いなんかしないですよ。みーちゃん出ないけどアイカピョンのアイコン3枚出ました、すごいすごい。そう、依然として美しく米をかすって、米を研ぐことの、そうですそうです、お米をかすって言うんですよ。デラフラワー目もわかんない、覚えようとも思わないです、あのダンスむずすぎて。モリモリわーわーわー、心にフラワータカタン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 、いつものラブソン、チャン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 、公開でしょ。なんかあんくらいしないとさ、くしゃみさした感じしなくない？くしゃみ女子押せます、ほんと。こんばんは、先日の非公式の話教えてください、見れなかった。あのあれですよ、みなるんさんの卒コンの配信が決定しました。なんと、非公式チャンネルさんですね、ニコニコ生放送さんの SK48 非公式チャンネルにてですね、生配信が決定しました。素晴らしい素晴らしい。そしてですね、なんとこちらアーカイブが1ヶ月見れたり、生配信限定でお席が何名様かに当たってる、これはですね1階席の6列目とかですから、めちゃめちゃ両席ですね。そして特典がもらえたりですね、あこうなんかクレジットロールみたいな、エンドロールみたいなのに乗れたり、なんかそんな感じです。おすすめ、みんなぜひやってねー見てください、ぜひ。見てね、見て。なんとアーカイブがですね1ヶ月もあります、素晴らしい。これはみなるんさんがクレジットロールで名前呼んでくれます、12周年の時にあったやつですね、はい、呼ばせていただきました、懐かしい。お仕事でも安心です名前変えます、ガチ。こんばんは、こんばんは。今日は過去の中坂さんも見ていいの、もう顔パンパンですけど、それでもいける、本当にやばい、顔痩せしないと。今日は有名人、夢に、今日夢見てないっす そう、あんな先生がツイートされてました。いやもうね、本当に楽しみなんですよね、あんな先生にお会いして。なんかいや、なんかそれしたらなんか結構偉いマネージャーさんがこう中坂にこう話しかけてくれて、中坂がオタクって知ってたから、どうだった生アンナ先生みたいに言われて、でもなんか会ったことあるんですよね、実は 3度目でした今回で、みたいな話をして、いやもうもっとゴリゴリにやってほしいですねって言いましたもっと怒られたいですって言ったら、ド M かって言われました。顔グリグリするの良くないって、あれ大丈夫、なんかこうやったりするとシワになるんで、肉だけをほぐしてるだけなので
ね、結構 M ですね。 M 気質だと思います。んどう、すっきりした？いや変わらないな、ね、プニプニです。そうね、新声みんな覚えた？愛を君に、愛を僕に、感動ってなんだろう、探してみよう。はい、ミュウの歌割り当ててください。夜明けまで映画を見てた、どこにでも転がって、そんなストーリーだけど、僕と君を脚本に重ね合わせると、ある瞬間太る線が緩んで、やっぱり君が一番、何か大切な傷だ思ってると思っていても、次の日はつまらないことですれ違い、ささやかなことでくちゃつまらないことで食い違い、ささやかなことですれ違い、そうして君、日々が過ぎ去って、未来をなかなかつかめない、チュン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 、愛を君に、愛を君に、愛を僕にはもう結構前にしました。愛を僕に、きっと二人で掴んだものは、そっと鏡に映してごらん、手のひらから夢という光。はい、目の歌割りどこでしょう。よくショールームで口ずさまでなかったね。そりゃそうや、口ずさんじゃいけないから。もうやだ、なんでこんなにお肉ついちゃったの。悲しい、やじゃない、無理。アイキミとか言われるのかな、アイアイ公園アイアイさんってこと。略してないです、まだみんな。愛を君に、愛を僕に公園みたいな本当に悲しい。TK 公園とか、あーいいです、かっこいいな、 TK 公園。あ、君に、あ、僕に公園、誰が一番短く、あ、君に、あ、僕にって言えるか選手権やりましょう。いきます。あ、君に、あ、僕に公園、あ、噛んじゃいました。あ、君に、あ、僕に公園、おーいいですね。あ、君に、あ、僕に公園、あーちょっと噛んじゃいましたね。あやきめない僕に声、おーいいですね始まりました、あやきめない僕に公演、皆さん楽しんでますか。みたちまだ全然振りとかわかんないんですよねイエーイ、あ、君ら僕に来ん遅刻した悲しいところで、なんでピエン、肌荒れが悪化したからピエン、なんやで。
新公演初日を狙うか生誕を狙うか、生誕を狙っていただきたいですいやそれはもちろん初日も狙ってほしいよ。でも絶対生誕がいい、人いないのやだもん。君江公園いいですね。君江公園いやいや、あい君に、あい僕に公園早い早そう。生誕祭しか眼中にない、どう思いますか。生誕祭はオルーサより先に開かれると思いますか。そう、一昨日綺麗になったって言ったのに昨日化粧した瞬間もう終わりました肌。悲しいぜ。あ、インスタグラム投稿したのでいいねしてください。はい、当日だったらさそれは先ですけど、でもなんかワンチャン12日開催の昼夜とかは全然ありそう。ルーちゃんは当日生誕、中ちゃんは2週間後公演かな。なんで2週間後なの気になる気になる。いやミユは18日までに花冠をかぶりたいから絶対にあの18までにやっていただきたい。でも17日はやめてほしいな、朝早いから土日に来てほしい。ミユも土日がいいにゃん。いいねしてきた、ありがとう。いやだって17日はさ死んじゃうよ。いや無理無理、だってただでさえソロ公演の日だってさもうめっちゃ頑張ったのにさ。今日のお目目大きくなるマッサージをしましょう。こんばんは、こんばんは。てかさ本当にお願いだからさ、生誕祭さあの自分の推しメン以外は応募しないでほしいなって感じるねん。なんかその、ま、人が少ないから応募するっていうのはありなんですけど、わかんないじゃんそんなんでそれでミーのファンが外れるのは嫌だから、だからミーのファンの人も推しメン以外の生誕はあの応募しないようにしてください。よき眉毛かゆい違います、あれです、目が大きくなるマッサージ毎日やってます今のところ。痛くないですね、なんかむくみが取れる感じがします。新公演だし投げる人多いだろうね。もうそれな、直しまでなんかその応援する気持ちがあるな。だからその例えばですけど、ミュウの生誕に入って他のサイリウムは振らないでってことですよ。なんか他のサイリウム振るくらいなら今回は我慢してほしい、切実に思います。カラコンはね入れないです、怖いから。今日コンタクトですら入らなかったです目に。イエーイ近づくとよく分かります、肌荒れが。なくないですよ全然。なんか本当に1曲目だけだもん、みんなサイリウム揃えてくれるの。その理屈だと生誕祭なのにさ、おし様の振るんですか。生誕祭くらいみえちゃんの振りましょうよ。I walk in でみんな結局長坂がどこの歌割りか分かった。愛は僕にきっと二人で
掴んだものはそっと鏡に映してごらん。手のひらから夢という光。わからないから話題変えたのに。ソロの歌割りはないんですけど、中身を僕に。おもろおもろ。でどこなの正解は。つまらないことで食い違い、ささやかなことですれ違いでした。そして日々が過ぎ去って、未来もなかなかつかめない。チャン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 、愛を君に、愛を。よく耳を澄ませばイヤホンで聞けば結構ミュウの声聞こえました。いや絶対わかる、本当にイヤホンで聞けばミュウの声めっちゃ聞こえます。すれ違い通信、なんかすれ違い通信やりたいから、みんな 3DS 持ってこようのかい。聞いてもあーそこねってなりませんよまだ。いやなるなる、聞いてください。なんかミュウの歌声って結構特徴的ですよ、幼いよねってすごい新公演のレコーディングの期間中にめっちゃ言われました。中坂の声って幼いんだってなりました。なんか幼いからって言われるんですよ、よく。2番も同じ、2番歌わりないです。幼いってどういうこと？多分バブちゃんみたいな声、しっとりみたいな曲が似合わないんですよ。幼いけど押すわ。うん、ありがとう。おいら今すれ違いみたいな感じだから、なんか長坂推し感をもっと出したらいいと思います。ささやかなことで食い違い、違います。つまらないことで食い違い、ささやかなことですれ違いです。幼いから押すわ、幼いから押してください。バブー。いやいや、昨日のももたんが本当に幼稚園みたいな服だった。でもさ、みんなに昨日長坂の服マジ長坂っぽくないって言われました。でも実はお仕事で着るの3回目。やばい、めっちゃ着回してるってバレちゃう。あ、すいません。え、今でも長坂推しのつもりなんだけど、でもなんかさ、その推し感が薄まってるから、もっと長坂推し感をね出してください。モモとかアナンちゃんも多分声は幼いと思います。非常に結局なんかちびっ子は声が幼いんです。ただいまだって、おかえり。みんな出していきましょう、長坂推し感。面白い。どうやったら推し感が出るのか、どうしたらいいの、どうしたらいいの。もっと前みたいに頻繁に長坂推し感を出していきましょう。ショールームのだってさ、ここも長坂じゃないし。
何て出せるの。いやみんなはそこそこ感じますけどね。どういうところで感じるの。いやだから他の推しと中坂の推し方の割合出していきます。結構みんな見えてるけどね。永遠のテーマこと単推し感いやそれは DD の皆さんにとってはね永遠のテーマだと思います。毎日ネギトロ食べればええ。毎日ネギトロ食べるってだいぶリッチじゃん。そして T シャツを着ると推し感が出る。あ、そうですよ。今日のあれファンクラブ中坂らしいのでまだゲットしてない皆さんはスタンプゲットしてね。みんなは感じるのにおいらは。だからもっとその中ちゃんにツイートじゃしましょう。どのくらいまでは許されるの。だからその毎日配信見に来てくれたり週一で顔覗くくらいとか、なんかその忙しいからとかならわかるけど例えばもうあなんか他の推しに夢中になりすぎて長坂の存在忘れてたみたいなのは良くないと思います。え、そうだからその何て言うんですか、そういうことです。割合と もうあれですよ、新しい生誕 T シャツはめっちゃ中坂推し感出ますから楽しみにしててください。そうメモ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 。大富豪この前いっぱい目のファンの人と当たれて嬉しかったです。イエイ。豚 T シャツ独占 T シャツじゃないんですか。まあ、豚 T もさ嬉しいんだけど着てる人いないからあんまり。気持ちはみんな平等です。でも本当にやばいんです、筋肉痛なんですでもやばくて本当に私今本当にあー痛いえ四十肩。総合推し力をキューブで上げないと汗汗。中ちゃんの言うことは絶対とか、別に強制はしないですけど推し感を自分でまあ出しているつもりならいいと思います。現状維持っていうか、まあ下げていくことはやめましょう、上げていきましょう。え、そうそう、それが大事だと思うんですよね。押したからには責任を持って最後まで押してください。ドラゴンポットの上限がアップしたの。え、もうないからやだやだ、やめてやめて、言わないで言わないで。二人一押しでもいいですか。え、全然良き、一押しタイ狙ってるんで、なんかさ豚ティー着る機会がないのよね。豚ティー持ってる人少ない説。豚ティー持ってる人、トーク会中坂の件の比率が8割を超えた、素晴らしい。青波線独占 T シャツ日和らないで着てもいいですか。日和らないで着てきましょう。豚ティー持ってる人、はーい、へい、豚ティーなんなら、え、着てる？はーい、あるよ。はーい、豚ティーなら、豚ティーならってどういうこと？独占 T シャツ持ってないってこと？はーい、まさかさんのデザインの、そうですそうです。あ、意外とみんな持ってるんですね。みんなさん、あれってさ結構さ前なイメージすぎてさ、なんか。少ないと思ってました持ってる人が。長坂自信作3枚目の生誕 T シャツ、こうご期待ください。でも今年はあの生誕バッグにもやっぱ力を入れようと思ってまして、やっぱどうしたらみんなに使いたい、みんなが買いたいと思ってもらえる生誕バッグになるかと
すごくすごく考えたんですよ。これでも行き着いた先がですね、もうめっちゃ可愛いバッグになったわけですね。なんか過去一、なんかメンバー一みたいな、もう誰のよりも使い勝手のさ可愛さが素晴らしいので、ぜひ皆さん生誕バッグゲットしてみてね。カジュアルっていうか、なんか可愛い可愛いっていうか、でも男性も使いやすい可愛さ。そう、無難な色合いですか、わかんない、みんなにとって何が無難かわからない。はい、スーパーのお買い物に使えそう。え、使える使える。え、な、逆にさどう思いますか、生誕 T シャツは、まあ、1年目は、まあ、そこそこ普通だったじゃないですか。でも2年目がやばかったじゃないですか。で、生誕バッグ1年目はみんな持ってますか。で、絶対持ってる人いなさそう。独占 T と豚 T 両方持ってるよ、ありがとう。生誕バッグ1年目のやつ持ってる人やばかった自覚あるんか、ありますよ。でも結構作った当初はめちゃめちゃいい感じだと思ってました。大根やネギも入りますか。え、大根も入ると思います。ネギは分からないけど飛び出るんじゃね。でもネギがさすっぽり入るタイプのトートバッグってあんま見ないので。ピンクいいですよね。1年目のは持ってる。2年目のはネイビーで、あ、そう、生誕バッグはい持ってる。おお、素晴らしい。私だって1年目の生誕バッグ使ってるってほんと見たことないもん。私めっちゃお気に入りなんですけどね、あれ。いやもうね、生誕バッグ1年目の生誕バッグはもう自信作、自画像なんですけど、みゆって書いてある自画像だったんですけどあれみゆめっちゃね可愛くて好きです。全部持ってるはず。え、ありがとう。どっちが1年目だっけ、なんか顔が書いてあって前髪がパッツンみたいなみゆちゃんが書いてあるのが1年目です。で、2年目がカッコみたいな豚がいっぱいついてるやつ。見せてって言わないでください、持ってないから。持ってるけどちょっとしまったと思われます。はい、あははは。こけしみたいな、こけしが分かんない、こけしイメージではないですね。豚トート気に入ってる本当に。でも大丈夫、もう3年目はもうめっちゃ可愛い私はもう早く使いたいレベルに可愛い。その声めっちゃ良かったよ、ありがとう。そう、まだ今年の分もひよってます。ピュンピュン。そう、もうね、だから生誕 T シャツも超いい感じ、力作です。で、今年はとあるところに力を入れましたね、生誕 T シャツは。はい、なのでおすすめです。契約 T シャツが着たい契約 T シャツって何ですか。そう、とあるところにね力を入れましてね、すごいです。いや本当に、いやー、もう早くみんなに来てほしいですね。てかもう自分が来たい。まかり取ったよ、ありがとう。お礼お礼、感謝。初めて中ちゃんの T シャツ買う、嬉しい、ありがとう。生誕くじ全然決めてない。あなたのために壁紙作りますとかでお願いしますなんでやねん。
恵方巻きはいずこへ。チェキが欲しい。そんな甘いものは作らないですよ。6月の10日って何日かな、18と19日です。もう枚数がだいぶ少なくなっているらしいので、あのぜひあなたのために契約のお歌を歌いますでいこう。あなただけの契約ソング。今まで作った壁紙って取ってあるの？全部捨てました。18日はバッチリ買ったよ。ありがとうございます。感謝感謝。もったいない。でも取っておくと怒られちゃうので。契約後8日以内ならクーリングオフは効きますか？効きません。かわいちゃん制ではクーリングオフっていう制度がないです。契約ムービーやばい。おもろいおもろい。ススキは取っておいてほしかった。ハロウィンだけ取ってあります。もうぐっちゃぐちゃだけど。18はいけそうもない。ピエンピエン、いけるかどうかわからないんで泳いできましょう。嘘だよ嘘だよ、真剣に真に受けないでね。ラブレター書いてください。文才ないからさ苦手なんです。みんなさよう手紙書くなって思います。本当に文章書くの苦手。なんか手紙ってさバランスよく書けんくない？だからさ、あの井田先生でラブレター書いた人たちも多分めっちゃやばいと思う。ごめん。長ちゃん最近は阻止から契約になったのね。私が契約にしたつもりはみじんもないんですけど、みんなが勝手に契約とか言ってるだけですからね。じゃあまず泳ぎ方教えてください。こうしてください。あー筋肉痛が痛いで、伸びるように。あー腕がつりそう。伸びるように。はぁ、あ、ペンギンの日も全身見せてって言ったらジャンプできますか？できます。婚約ではないの？結婚するつもりないんで。幼いと死ぬんでしょ、やばいでしょ。何日かかるか分かんないから、ミュウが陸を用意しておきます。そしたら排他的経済水域が広がるね。すいませんでした。ノルマの時はジャンプが控えめでした。うん、なんか言っていいか分からないんですけど、衣装用のインナーをがもう入ってないんですよね基本的に。だから自前で用意しなきゃいけなくなっちゃったから、そうそういうことです。長坂の結婚式に出席する権利が欲しい。親類が席で。長坂結婚式だけあげたいな。そういうことです。だから飛びづらくなったの。もう終わっちゃいますか？今何時ですか？誰と？旦那さんなしの結婚式がしたいですね。ウェディングドレス着たいで、みんなの前で見せびらかしたい。私が新婦の長坂美優でーす、ほーみたいな。
な違う、生写真で来たのはさ、やっぱちょっとおとなしかったじゃないですか。もうなんかザ・ウェディングドレスみたいなのが着たいですね。で一人お色直ししてご飯も豪華にみんなに振る舞っちゃったりして、一人ケーキ入刀もやるし、あとは、うん、指輪とかの交換はいらないので、別にウェディングドレスさえ着れればよき。そう、みーちゃんソロ写真買ってきました。かまちんありがとう。今日どうでしたか。いや今日良かったですね。ゆずぽさんはグローリーデイズやってましたね。ヘイ、ゆいさんは万華鏡をくるくると回しながらでなんちゃらかんちゃらなんちゃら、嘘です、歌います。でマリンさんは、マリンさんはね、今君といられること、そばにいられることやってましたね。イズリンさんはキャンディひとつ口に入れて舌の層の上で転がすのよやってましたね。マリンラブ可愛かった。キスキキの衣装でしたね。買う前に19日2部が完売していた。もう会えないやん。1部は新公演の歌は配信で歌いましたが、さっき歌いましたよ。愛を君に、愛を僕に、感動ってなんだろう、探してみよう。 Hey! 夜明けまで映画を見てた、5人でも転がっていそうなストーリーだけど、君と僕を脚本に重ね合わせるとある瞬間、太るい線が緩んで、やっぱり君が一番、何か大切な絆を持ってると思っていても、次の日はつまらないことで食い違い、ささやかなことですれ違い、そして君が過ぎ去って、未来もなかなかつかめない。ちゃん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 、愛を君に、愛を僕に、きっと二人で掴んだもの、映してごらん、手のひらから夢という光。 Hey! !28日見てください。ヘイも入るんですか。ヘイも入らないかもしれない。全員出れるんですか。それはちょっと聞いてない。全員出れるんですか。そう、まだお会いさせて、お会いしてないです。6月8日ということでね、長坂美優の誕生日の3日前ということですのでね、皆さんぜひアルバムチェックしてね。
19日の2部完売してるんや。そうなんですよ、ありがたいことに。なんか聞いたところによると、あの18日の1部2部も19日の1部ももう数が少なくなってきてるらしいので、ご購入はお早めにです。いや、私があるのかな、全然わかんない。なんか進んでるけどあんまよく知らないんだよね。でも曲は結構もう聴けました。ミュはあの曲が好きなんですけど、いい曲ですね。歌ってみて。こんな曲じゃないですかね。何曲目とか言ったらちょっとバレそうだからさ、言わないけど、あのめっちゃいい曲があります。私めっちゃ好きです。なんか全部いい曲なんですけど、特にこの曲の詩が好きですね。そう、もう早起きできる。11時なんか全然早くないの、みんな関東民のみんな。どうなん、ぶっちゃけ早いですか？こっちは5時半起きやで。分かんない、愛知とかから来る方はそれもちろん早いと思うから、もうありがとうございますって感じですけど、他かもね、分かんない、九州から来る方もいるかもしれないし、北陸から来る方も、東北から来る方もいるし、北海道から来る方もいるかもしれないし、分かんないけど名古屋の長坂は5時半起きです。燃えるような難しい曲っていうか、そもそもダンスまだ全然やってないんです。なんか仮遠いもん。遠いね。北海道の SOC です、ありがとう、嬉しい嬉しい。一部いなかったら察し。21時半だって、もう終わらなきゃ。さあ35分くらいになったら終わります。髪切りたーい、もう切っちゃおうかな。なんか自分で切っちゃえば嫌でもショートカットになりそう。ショートにしたい人ボイス。ゆうかさんより短く切りたい。はいはい、みんなにお礼を言います。みんなにいただいたあのアイスクリームのやつ、去年の夏頃にやったじゃないですか、ショールームのイベントで、あのアイスクリームギフト券もらえちゃいみたいなイベント、皆さんのおかげで達成したやつを、あの今日初めて使わせていただきました。まだ全然残ってるけど、家族3人でいただきます、ありがとうございます。そう、ありがたいことにね、今日使いました。でもなんか高すぎてビビった。何食べたの？何食べたと思いますか？まだ使ってなかったですね。まず行ってない、行かないんですよ全然。そう、アイスケーキじゃないです、まだ1000円分しか使ってない。4月から仕事がめっちゃ忙しくなるね。見ました見ました、頑張ってください、応援してる。ヒャンヒンヒャンですよ、ヒャンヒンヒャンですよ、皆さんヒャンヒンヒャン。じゃ、パパサカとママサカのはあの定番フレーバーなので当ててください。フルーツ大福配信覚えてます？いや、私フルーツ大福はいただいたことなくて、そういただいたことないんですよ。
でもしょっちゅう加工山フルーツ食べちゃう。美味しいよね。ポッピングシャワーじゃないですあれミエじゃないかもしれない。フルーツ大福はミエはお肉とフルーツとフルーツ大福とスタバあだけの4つを皆さんにいただきまして、お肉は食べました、フルーツは食べました、美味しかったです。ごめんなさい、ショールームで食べてなくてごめんなさい。で、あのスタバとサティワンはまだ使ってないです難しい。スタバはね SK でね唯一達成したんですよ。嬉しかった。まあ、ようわからんイベントが最近は多発されてるのでね、気づいたらイベントが始まってますそう、そう、でもスタバのあれもらったんですけど、何円チャージされてるかってわからなくて使えないのちょっと勇気でん、チョコミントじゃないです。キャラメルバニラかな。あ、キャラメル正解。キャラメルリボンとがママです。パパ坂はあのストロベリーチーズケーキです。みゆちゃんはあれです。チョコチップクッキーみたいな、クッキーじゃないです。チョコチップバニラみたいなのです。ネットで調べられるって聞いたけど、ネットで調べれるんですけど、なんかちゃんとしたサイトでやらないと、使われるらしいです。日曜からまたフルーツ大福ない？あ、そうなの？全然ノットハーク、ノットハーク。アーモンドファッジド、なんか美味しそう。そう、そう、今スタバフルーツ牛乳だ。コーヒー牛乳はもうほとんどのお店でソールドアウトしてました。そう、フルーツ牛乳とコーヒー牛乳です。美味しいです両方。35分だってありがとう。そうだから、フルーツ牛乳はもう2回飲んだのでやめて、デブとか言わないで言わないで。コーヒー牛乳は1回しか飲んでない。なんかさ、ここだけの話なんですけど、ここだけの話なんですけど、今日初めてインスタグラムで加工しました。すいませんでした。もうブスすぎてちょっともう加工しちゃった、ごめんなさい、謝ります、本当にすいません。3700人だけの話なんですけど、今日初めてインスタグラムで加工しました。はい、ここだけの話でしておいてください黙っていればいや、いやでも気づきそうだから、みんなのことだから。でも聞いてください。でもちょっとだけ、本当にちょっと顔がちょっとパンパンだったから、ちょっとだけキスってして、あの明るさをちょっと上げただけですからね。本当にちょっと今まで加工してなかった。今まではもう撮ったまんまを上げてました。それもすごくない？いや、うちで書いてもいいですけど、加工してるって。逆に今まで加工してなかったっていうことを、あれしてください。褒めてください。はい。でも本当に20とかしかあれしてない、加工してないです、うん、丸みが、でも丸くない、全然丸いよ。だってもともと70くらいで加工しようとしてて、さすがに違和感ってなって、全然週刊誌ネタにしてください今まで。でも長坂はあれです、小顔加工とか全くしてないですからね。本当に美肌モードしかつけてないからね、あの加工アプリ。褒めてほしい本当に。
はい、もう褒めてほしい。逆に私小顔効果で写真撮ってないですから1枚もマジ加工してない。そう、偉いでしょ。キーさん、桜餅、ジュラルラさん、オレンジ菜、白菜、青菜、オムライスさん、ブラボー、世界さん、桃カステラ、あれ合ってるか。なんかスッて出てきた桃カステラがすごいな。長崎の女に染まっちまったぜ。みもオムライスさん、桜餅、ピペフピさん、タラーノープー、サッカーラスカーさん、ハートシアさん、桜餅、お花びらいちごさん、桜餅、シアさん、ハートいちごさん、桜餅、シアさん、ハートガオーさん、桜餅、いちごさん、桜餅、シルルルンさん、桜餅、お花びら、ウキーさん、桜餅、忍者豚さん、タラーノ音符、ミガメさん、桜餅、ナキーさん、お花びら、ありがとうございます。イエーイ、職人芸職人芸なのか。もともと小顔だから、あ、いいですね。そうやって言ってくれる人なかなかいないですからね。もうさすが、拍手。そう、加工ってわかるわ。特に2枚目、え、2枚目加工してないです3枚目しか加工してない。3枚目しか加工してないです。やめてくださいおもろい。また会いに行って相手してね。いつでも相手しますよめっちゃ面白い。あ、ブルドックさんじゃなかった。ブルドックに見えたらナスかじってる。あ、ナスじゃなかった。お芋かじってるワンちゃんさん、桜びらじゃない、お花びら。ナッキーさん、お花びら、桜餅、小判、お芋食べてるワンちゃんさん、桜餅、ありがとうございます。そう、全体写真しか加工してないですからね、やめてください。2枚目、1枚目と2枚目は撮ったまま上げてますから、やめてください。誰だっけって言わないでね。わかるわ、大丈夫。取材しに行きます。すごい、アカウントの切り替えが素晴らしい、なんちゃってそう、フル加工って何ですか。全然加工してないって。はい、2枚目が加工だと思ってた。汗。3枚目です。あの、全体写真がのお顔を加工してます。今日の中身73位はデケデケデケデン、石津ちゃんのアバターの、あ、石津のアバターのふんさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。あ、でも、はい、もともと撮るカメラで美肌加工はしてるんですよ。もう肌汚いからさ、これは許してほしい。これは加工に入れないでほしい。小顔とか目でっかくしたり鼻チュッてしたり、そういうのはしてない。はい、では20位から読みます。いけます。せーの、紫の猫さん、海賊王さん、白の猫さん、ドラゴンさん、ハムスターさんもう一回読みます、すいません、見失った。いきます。せーの、紫の猫さん、海賊王さん、白の猫さん、ドラゴンさん、ハムスターさん、トマトさん、ピッピーフユッピさん、ありがとうございます。イエーイ、ね、ちょっと待って、今日見せたいものがあったんだ、みんなに。何やるって、何が映ってたの。なんかポンポンプリンのお尻で、なんと、なんと
じゃあ買いました。はい、そう買いました。3月29日消消印有効です。あ、最大2名できるんだ。でもさ、誰に投票しようかわかんない。そう、これをね今日見に行ったら本屋さんに売ってたので、なんかネットだと売り切れてるとか聞いたからさ、売ってないかもって思いながらさ買いに行ったんですけど、売っててよかったです。では20から読めます。いきます、せーの。ヒヒンさん、ハムスターさん、世界さん、トマトさん、ピップフープさん、お化けさん、ガーローさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。イエーイ。投票するかするないかはちょっともう決めてないんですけど、でもなんかいろいろ勉強するためにね、私本当にポップティー以外のファッション雑誌買うの初めてではないです。ごめんなさい、 ラブリンさんの時に買いました。ラブリンさんの時に買ってたわ。ラブリンさんお披露目号で。では13位から見ます。13位、さあありがとうございます、寝落ち常習犯。12位、さあありがとうございます、かとちゃんぺ。11位、さあありがとうございます、どんぐりコロコロ。10位、さあありがとうございます、キー。9位、さあありがとうございます、かぎー。いいですね、今日はもうビシエド選手です。私はかぎー。8位、さあありがとうございます、シャー。7位、さあありがとうございます、モフモフ。6位、さあありがとうございます、ゆっぴょんわん。5位、さあありがとうございます、ぐでたま。4位、さあありがとうございます、ゴー。3位、さあありがとうございます、ランドセルラスカル。2位、さあありがとうございます、シュルルルル。そして今日の1位はドゥクドゥクドゥドゥクドゥクドゥドゥク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 ドゥンダン、さんです。イエーイ、せーの、オムライチュ、ありがとうございます。ということで4150人の皆さんも配信を見てくださってありがとうございました。久々1位だ、だっておめおめおめキュンです。中日負けちゃいました。え、負けちゃったの？え、さっきまでミュウがビシエド選手ホームラン打った時はまだ2対1で勝ってたよ。ピエン。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メブロのチェックよろしくお願いします。青い牛色ガチャガチャやったよ。桜絶対、桜絶対可愛いじゃん。ミュウは白と上がりです。それではまた明日の配信でお会いしましょう。それでは終わりまーす。せーの、まいちゃん、じゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はやったね、バイバーイ。あえ公園、明日は夜、明日も夜です。見てね見てね、バイバイバイバーイ。